はい、というわけで、午後の様子、5月3日2011年の午後の様子ですね。ゲレポしていきます。動画というかもう球数多くなりすぎちゃったんで前編後編で分けました。はい、午後もね、あのボーダーの女子の方々とあと向こう、渋峠の方を滑ってった記録をご紹介していこうと思います。渋峠、いつだ5月1日だったかなの夕方の雷によってどうも東電からの送電ラインが潰れてしまったようです。なので渋峠これからがハイシーズン、美味しい時期だよ、ぜひ来てくれよ、こんだけ雪あるんだぜって今までのゲレレポ動画で散々紹介してきたのにリフト動かなくなっちゃったんですよ。もう寂しいですよね。でも横手山はもうそこ根性、もうここ渋峠動くかどうかがもう経営的にも何的にももう生命線なんで頑張ってくれる。もともと渋峠とあとこの横手山のリフト横第2リフト横につながるスカイデータのところをシャトルバスを走らせるっていうのは動いてたんですけど、まあそれをちょっと動くところ変えたりとかうんぬんかんのいろいろしながらシャトルバスで回して横手山側からリフトで上がって渋峠が降りるというふうに滑走できるようにしてくれてます。しかも今日は一昨日昨日で雪が新雪が降った後滑りに行きます。もうこれ滑りに行った後ね撮ってるんで結果分かってます。パウダー食い切れてません。パウダー残ってます。15時に滑りに行ったのにバラ行けるんですよ。ぜひ皆さん遊びに来てね。まあさすがにね5月5日とかだとちょっともうダメかもしれないよし、じゃあそんな感じで本編行きましょう。レッツゴー確かにでも黒のあれノリかもしれないよ。
はい、停電の影響で滑れなくなってか、リフトが動かなくなった渋峠エリア突っ込んでいきましょう。お帰りはね、バスを使わなきゃいけないんですけどね。よし、手付かずになってるっていうか、まあ要するにリフトで回す人がいない分、バフバフなのを期待したいんだけど、どうなってるかな、ちょっと行ってみてから考えるかなって感じですね。ちなみに時間は今15時前です。まあ普通のスキー場ならもうパウダー食い荒らされて終わってるよね。はい、圧雪されてるね。パウダー感はないね。ならば、こんな時期にもなってツリーラン行ってみましょうか。やべえ、ごめん、パウダーだわ、パウダーだわ、パウダーだわ。がっつり雪埋まってますね。これが5月の志賀高原の景色ですよ。5月ですよ。いや、素晴らしいね。生の素晴らしいね。うっ。この辺硬いのかな。あ、ちょっと硬いな。一応コースとしてはトロピカルコースって言います。はい、言うのをせえ。ここら辺ちょっと日が当たっちゃったんですかね。一回溶けて固まったって感じになったんですね。まあここのつながりから見ると、あと、まあ、今週末5月の9日ぐらいまでまだここのサイドカントリーというかね、こっちが滑れそうな感じですね。どっちかというとあのコースの方がパウダー当てに行きやすかったかもしれないですね。
応真面目にご紹介。このサイドのコース入ったら、必ず右側に戻ることを意識してください。左側の、なんだ白根山、草津の方向ってか、白根山の方向は落ちるともう、ハイクアップして戻ってこなきゃいけないんで大変です。はい、じゃあ行きましょう。いいですね。ちゃんとサイド当て込めば、柔らかいパウダー食えますね。っていうか、ここは今、本来だったらコースの中ですけど、一般的にはこれハイシーズンの雪って言うんですよね。ちょっと加速して急ブレーキしてます。こういう雪質っすよ。よし、じゃあ戻ろうかな。バスが来ましたね。あのバスに乗って戻っていく、往復していくって感じになります。おーちょっと、よし、じゃあ帰ろ。という感じで横手山は戻ってきました。まあ場所としては、第二リフトからちょっと降りた、昔、横手山大回転大会のスタートラインだった場所ですね。よし、というわけで、じゃあ次行きましょう。さて、どうしますかね。コースの方滑りに行くか、またサイド当てに行くか。ちょっとトロピカルコースの上側を舐めてみて、ダメだったらリフト下行きましょう。あら、普通に親切じゃん、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 親切じゃん。どっから来ようかな。
この辺が先ですね。行きますか。あ、ここまで行くとさっきのコースなんだけど、どうしようかな、どこ行くか。この辺のやっぱ日が当たるとこはあのだいぶ氷になってますね。よし。なのであのパウダー楽しみたい人は、柔らかい感じ楽しみたい人は木の間にやっていくとかの方がよろしいかと思います。もちろんこの程度の物資はね、踏みに行くからね、あの、うん、傷もになっていい板にしてね。まあ太板でそんなこと気にする人はいるのかな。あー、ちょっと硬いな、つまんないな。まあいいや、来た。ここ落ちてくればいいね。ここ落ちてくればよかった。イエーイ。よし。そうな、リフトした微妙そうだからやっぱこっちかな。こっち行こう。あ、パウダー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 。ふぅ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 。ここもいいね、ここもいいね。ここもね、当てやすいね。よし。おイエーイ。行っちゃう？加減とか行っちゃう？おおおお、ご褒美が見えるよ。よし、ご褒美が見えるよ。ご褒美タイムでした。この辺はもうだいぶ下のすぼまったところだからね、ちょっと壊れてるね。壊れてるけど、雪を飛ばせるんじゃないかな。ちょっと頑張ってみる。よし、行きまーす。おー、いいね、いいね、いいね、イエーイ。おー、なんかもう一本行きたくなっちゃってるけど、どうしよう。はい、という感じでご紹介してきました。まあ何やってもあれ、後編の方は、トラブルがあって大変なことになってる渋峠さんの方を紹介していったのが、まあメインの軸ですね。どうでしたか、どうでしたか。またハイシーズン、あるいはまあこれからの時期でもシャバシャバになってから、もう一回てか改めてご紹介していこうと思います。あそこはサイドカントリーがおすすめです。本当お手軽サイドカントリーですね。よし、もうリフトオリバーついちゃったんで、これで終わります。もしこの動画面白かったらグッドボタン、まだある人チャンネル登録よろしくね。じゃあね、バイバイ。